どうもこんにちは。ちょっとね、今日はね、しんどかったんで、テンション控えめです。それでも実況動画としてやっていきたいので。ね、今回ね、シンクのゆき様制作、主演の館をやっていきたいと思います。一応ね、ほら、途中までなんですよ。今、ちらっと見せましたけど、プレイ時間2時間になってますけど、これでもまだ途中だったんですよ。ちょっとね、収録してもね、ちょっと癖のあるゲームだったんで、もう一回最初からやりたいと思います。はい。まあ、ストーリーもちょっと飛んでたんで。音大きいな。会話のない番はもうちょっと各自で読んでください。疲れてるんで。疲れてるって。もう、しんどいね。しんどいのよ。邪魔するぜ。ノックもせずに入るとかクソやろ。
Thank you.
Thank you.
ここに戻れなかったんでやめます。永遠の依頼、これね、あの即チエンド、即チエンドになっちゃうんで、これやるとダメです。はい。殺されます。で、本物はこっちにあって、これがちょっとね、いまいち情報がないんですけど、はいはい。お察しですよ。で、これを叶えるわけなんですけど、でここでちょっと行きたいんですけど、ちょっとハサミが襲ってくる可能性があるんです。これがね、一回ねやって、じゃあもう一回来るんじゃないかと思ってさ、用意シュートして自利品でやったこともあったんですけど、なんかよくわかんなくて、来るかな来るかな思ってて、なかったな。何が言いたいかというと、時間戻ってみますよ。粉々にされてるんですよね、これね。後々
エンドにかかってくる可能性があるんで、もっといきますね。こんなもんかな。あーこれね、ドライヤーがあったはず。んでこれね、こうしないとダメなんですよ。こんな音出しとかいらないから。でこれが重要、次が重要で、生魚としてダメなんですけど、入れちゃダメなんですよ。この向きで入れたら感電するんで、必ずこちらからしてください。ないと死にます。はい、死にます。ここで断線した時、ここでエラーを起きちゃう、エラーというか死にますんで。でカゴを使います。特にここはないんですね。ごめん、取っちゃさん、大丈夫ですか。まあそらそうやわな。あとここに、ここはイベントないんで、さっさと行きます。ここにミニマップの一つのところに小部屋があって、それぞれアイテム回収してしていくって、それの繰り返しばかりです。このゲーム点が5つもあるからね、どこでどっかで分岐するんだと思うんだけど。あーこれか、はいはい、これね、いまいち動かないですけど、テレビつけられるんですけど、よくわかんないんですよね。
かってる分かってる、この辺も分かってるからさ。本当に怖くってギリギリなんですよ。焚き火の燃料取るために今これ動いてるやつがこれね落ちて襲ってくるんですよ。いきますよ。はい、余裕。ほんでこれでイベント終了したんで、あとこれで料理作ってよ。こうやってお渡しするだけ。変な脅かしいらないからね。で次にこっちに、ただね、セーブポイントがね、長いんですよ。はい。ちょっと、いちいちフラグ開始してたら、どうせことあるんだけど。あざーす。めんどくさいけどここでエンド開始したらセーブする。で一度あることは二度あるって襲ってくるんですけど、この先で ここでここにトイレットペーパーを置いちゃダメなんですね。
どうも。知ってる。怖いでこれ。で、ここで気をつけてほしいのは、さっき今割ってきたけど、今度逆に今度左からも割れてくるんですよ。できたら避ける。OK？ この辺ですね。で、さっき怪しいのおったけどな。一回ちょっとこれが、ここだけちょっとセーブポイントがない、ここしかないから、いちいち元のめんどくさいんだけど、ないですけど、セーブポイントの設置ミスかもしれんけどね。ここだけちょっとなんか、よいしょよいしょってないから、そんなにいちいち往復するのに10秒、20秒ぐらいなんですけど、はい、で、これが、どうなんだろうな。ないよね。で、ちょっと。よっしゃ。下げてから上げるとポンって割れて、でもう一回またこう使いますと、はい、余裕と。で、特にここはないんでそのままスルーします。で、ここでまあ一応戻れるんだけど、ね、で先にここで割っときますと、オツです。よいしょと。ほんで、猫に小判なんで、小判取りに行くんですが、これまたちょっといろいろとね、要素はないんだけど、ちょっとタイミングがシビアだから、下手だし、ミス操作するとあれなんで、一回セーブ挟みます。これね、一回行ったところはね、こうやって戻れないんですよね。一回こっち行かないとダメなんですけど。気をよいよい帰りよ怖いっていうのはこういうやつなんですけど、最終的にここガタガタガタって上げてバーってやっていくんですけど、はい、考える人は取らない。どうも知ってるよ。何が割れたんかなーと思ったけどね。最初こういう風にね、殺し損ねたやつ、やつらはね、みんなあの執事とかにこの全部破壊されたり壊されたりするんですよ。セーブだけしとくか。またさっきに入れてこなすのめんどくさいしね。それだったらこう一回挟んだ方がいいかもしれない。
今だけで動画録画時間もう31分くらいかな。41分かな。41分なんで、もう40分ですよ。こんだけこの40分だけで追っかけられてる3回ほど、あとね、自分が、ね、途中までやったところであと3回追っかけられる場合も1回かな。さっき銅像はもう追っかけてこないんだけど、今度はクイーンが襲ってくるんだよな。マックだろ。問題はね、ここはね、なんかね、あるらしいんですけど、僕これわかんなくて。で、これ今レバー触っても、上げても反応しません。反応しないんで、反応させないとダメなんですけど。なんで、違う、ごめん。お前なんか勝手に動くんだよな。なんか勝手に動くんですよ。まあいいや。でこれで言いたいことといえば、そういうふうにお水、まあ、お水と栄養素をあげてくださいってことなんだけど、その前に、先に、めんどくさいんだけど、先に、あれですね、水質じゃなくてなんだっけ、部屋の、この部屋の温度を先に戻さないとダメなんです。水路をね、遮断、水路これしたら開くかな。ここの部屋だけね、開かないんですよ。はい、とりあえずこれで終わらせて、次にお花に栄養を与えないとダメなんで、なんでこんな寿司あるんだろうね。
どくさいけど、もう一回セーブしときます。つかね、このね、部屋がね、フィルムの感想文にも書いてあったんですけど、この部屋はなんか入れないらしいんですよ。入ったらなんかあるんかなと思ったぐらいだから、ただね、この部屋に戻ると一個戻れなくなっちゃうんで、このセーブだけ完全に残しておく。これエンドの2とか3とかなんかよくわかんないけど、分岐の一つらしいんですよ。ここで全部上書きしておきますね。なんだろうな、何も部屋に書いてないからね。なくない？なんだろうな、ぶち壊すとかにしてもあれだしね。とりあえずこの辺かな。ちょうど今1時間なんです。いや50分あ、こんなとこにあった。ちょっと待って、その前にで下に一気に突き抜けます。以上です。これはまあイベントをそこに避けたら勝手に閉まるだけなんで、大したことないんですけどね。で、これは両方の部屋を合わせるらしいんですけど、ここで初めてね、演奏表100回とか使うんですよ。これよく見たらなんか顔の表情ですけどね。これも知ってるんで、ちょっとやりますね。で、次が。
くだったかな。ひまわりがしたか。これこれこれ。でこれを最後にあの本棚のところに使う。多分これでこれで、あーごめん、また元に戻ってる。逆じゃん。だけだと思うんだけど、違うかな。あーごめん、逆だった。ちっちゃい花の方に下の石だわ。ごめんごめん。こうだね。もう一回戻れたかな、これ。このライターはあのさっき次のところのゴミ箱燃やす、ゴミ箱ゴミ袋燃やすやりなんだけど、これどうだったかな。だったかな。特にライターだから特に何もすることないんだけど、使わないよな。まあ14歳だしね。なんかあると思うんだけどね。ちなみになんですけど、要所要所にあのセーブポイントがあるんで全然問題ないんですけど、どうかいった。要するにずっと進行方向を押さないとダメなんですよ。なんかグラグあったりしても。
これね、下手すると指輪をつけてる状態でセーブしてると最悪詰みますので気をつけてくださいね。ただこのイベントは後々使うことになるんで、このいらないやつとかね。じゃあやっていきましょう。これちょっと右を押してたらいいだけから当たらないんだよな、これが。じゃないんですよ、これ。ずっと右押す。上とか何もしてダメ。そして彼女はここでね、エンターキーを押してもダメ。ほんとこの辺ね、凝ってるよ、すごく。はい、よろしく。はい、終わりです。次がこれね、試しられるんです。これね、これだけでなくちょっとね、試してやってるだけなんで。あ、これか。どうだったかな、これ。これだけね、ちょっと何回か死なないと分かんないんですけど、これ一回クリアしたらもうここに戻ってこれるんで、で脅かしはありますけど出してやらない。だからおかしなで気にしない。やめてよ。ほんま何されるかわからんからな、ここのゲームな。ほんま怖いことしてくるやろな。
よく見たらハンバーガーくんがこれ見てるんですよ。ちゃんと飯作れるかどうかって。で、これがヒントで、上の下から順にやっていくんですけど、最初はバンズ、もうチーズ、バイルバイルで引き当たりに困ったと言ってたし、丸パン、引き当たりに行く、最後次にチーズ、で次にレタス、で最後にまた丸。え？違うの？あ、違う。ごめん、トマト忘れてた。ごめんごめんごめん。ごめんね。トマト忘れてた。チーズ。レタス。トマト。最後に丸パン。この後次ハンバーガーがガチで襲ってくるんで、ガチで襲ってくるのでセーブします。セーブしておかないと後々面倒くさくなります。怖いなぁ。このハンバーガー襲ってくるんです後で。こいや。